こんばんは、常念司です。西川優子です。そして今週の女性陣は吉木梨沙です。杉原愛美です。八田彩子です。岸明日香です。よろしくお願いします。クリスマスみんな赤で、はい、今日は女子の皆さん豪華です ね、クリスマスカラーということで、クリスマスで、そうですよね。一応なんとなくトナカイって感じにしておきたんですけど、なんとなくトナカイ感はあんまりないですね。イメージトナカイな、なんかあの熟女キャバクラのクリスマス会みたいな。ピチピチの、はいはい、そして小川大平さんが久々のご登場です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はねもう年末年始のね防犯関係ね、いろいろありますからね、はい、もうぜひよろしくお願いします。はい、もうすぐクリスマスということで、はい、スタジオもおしゃれにしてみました。どうぞご覧ください。どこがどこが、なんかほらちょっと違うでしょ、ちょっと豪華になりますね。いいですよね。何が違うの、それはちゃんとしたバラ、いや、増加です。女子の皆さん、クリスマスの予定は何にもない。家族でひっそり暮らす。今年はないですよね、なんかあんまり、ね、なんもないですね。ジョネさん聞いてよ、はい、やっぱり西川先生だと思うんですよ、はい、クリスマスはどうされるんですか。一人です。犬です。犬です。それではニュース女子始めましょう。師走は犯罪増加のシーズンということで、歳末特別警戒を実施します。コロナ禍で揺れた今年も残すところあとわずかだね。うん、大変な年だったけど、皆さん12月は人、金、物の動きが活発になり犯罪が増える時期なので要注意ですよ。そんな犯罪の中には、警察が懸命に捜査を続けているのに解決に至らない重大事件も数多く存在するよね。そこで今回はそんな事件に迫る歳末特別警戒、ニュース女子指名手配犯大追跡スペシャル。昭和49年東アジア反日武装戦線連続企業爆破事件。過激派東アジア反日武装戦線のグループが海外進出企業の施設を連続爆破した忌まわしい事件。現在も逃亡中の容疑者が3人もいる。そのうち2人は国外逃亡し国際指名手配中。そしてもう1人の霧島聡容疑者は全国指名手配中なんだ。40年以上経ってるのに逮捕できるのかな。平成24年六本木フラワー襲撃事件。六本木のクラブ店内で複数の犯人が一人の男性客を金属バットなどで殴り殺害した殺人事件。ひどい事件だね。主犯格の三立真一容疑者は海外に逃亡し国際手配中。平成10年群馬県一家3人殺害事件。群馬県群馬町で男性が一方的に好意を寄せた女性の家族3人を殺害した凄惨な事件。捜査本部は現場検証などに基づき元トラック運転手小暮宏容疑者の犯行と断定、指名手配に踏み切ったが依然消息はつかめていない。他にも風化しつつある凶悪事件は数えきれないほどあるね、うん、この後元刑事で犯罪ジャーナリストの小川大平さんに事件の経緯や事件にまつわる謎について徹底解明していただきます。それでは歳末特別警戒を実施します。ということで、警視庁が重要指名手配犯としてですね、うん、はい、指定している被疑者の面々を一部ご紹介いたします、うん、はい、この5人なんですけれども、うん、まあね、年末っぽいですね。そうですね、はい、ジョジョの皆さん、記憶に残ってる事件ありますか。でもあの霧島の写真はもう子供の頃からずっと駅前に立ってあって、で昭和その49年の事件だっていうのを今知りました、はい、あ、そんな生まれるもっと前の事件だったんだ、ね、はい、これ結構な方が亡くなってて、ガラスが降ってきてね、それで腕切ったりとかして、それで亡くなっちゃった方とか、はい、顔しか知らなかった。杉原さん知ってる人いる。知ってる人いる。あの六本木でした、フラワーです。フラワーね、あれはやっぱり記憶に新しいので、はい、8年前ぐらいなんですね。8年前ですね、はい、やっぱり関東連合っていう名前もここでこう、うん、杉原さん知り合いとかって。知り合いじゃないですけど、結構そもそも関東連合っ
ていうのが私はヤクザなのか何なのか自体さあ須田さんよろしくお願いしますいやいや関東連合といったら暴走族のね、グループですよね。昔はバイク乗ってたんですよ、ええ、じゃあ若いってことですか。いやじゃなくて OB なんですよ。もうあの関東連合の元総長をやってた方で、方でっていうのもおかしいからさで、まあ言ってみれば六本木界隈でね、まあ、いろんなビジネスを展開していたという人たちです。ですけど実際暴力団員も多数います。なるほど。その関東連合なんですけど現在は指定暴力団の組員となっている、まあ、もちろん幹部もいます。なるほど。半グレって言葉もここで盛んにね、はい、聞くようになりましたよね。あの昔バイクに乗っていた暴走族が、うん、あの昭和の一番最後の年から平成ぐらいからにかけて、うん、渋谷の街にチーマーとして出始めたんですよ。チーマー、はい、ちょうど私と同い年ぐらいの人があの初代の人が多いんですけど、だからさっきあの半グレっていう言葉が出てきたじゃないですか。あの全てグレると暴力団組員になっちゃうね。でやっぱり今暴力なんでそういう発達が笑ってるの100% か 50% かって誰が見てくれるそうよね全てグレるってどれぐらいのレベルで、だから全てグレるとなるとどういうことかっていうと、暴力団組員としてちゃんと組織にね所属すると、ね、杯を交わして、ね、手続きあります。手続きありますから。杯ごとって言って。あの西川先生あのよだれ垂らさないように、ね、お願いします、ね。面白すぎて。だからその組員になると最近は暴対法の関連で銀行口座が開けないとかいろいろと不都合があるじゃないですか。だからお前たちはもうね組員にならなくていいからこのままの状況でまあ活動しろということで、だからね六本木では何軒かビル持ってる連中もいるのよ。なんかまあ言っちゃうよ実名とか山ほどあるいくつみたいな言わなくていいから今全部 P ですはい、はい、ということで、この事件何があったのということで、東京六本木のクラブで、クラブというかクラブですねいわゆるね、はい、あので、客の男性が殺害された事件と、男性は知人と食事中目出し帽姿の男の集団に金属バットなどで襲撃され死亡と。で殺人などの容疑で、暴走族、まあもうこの時は暴走族じゃないですけどね、まあ、半グレの、関東連合の元メンバー、見立新一容疑者を国際刑事警察機構 ICP を通じて国際指名手配と、まあ、海外逃亡したということですね。現場近くの防犯カメラ画像などから襲撃を主導した疑いが強まっていると、まあ、実行犯じゃないんだけれども、いわゆる共謀共同正犯というやつですか小川さん。これはそうですね。そうですね、はい、はい、あの要は自分が命令下して、殺人とかやらせた場合はその人が殺人したのと同じなんです。はい、あの暴力団の組長が命じて手下に殺させた場合は手下と同じ罪を負うと。これが共謀共同正犯。これでもよく飛行機乗れましたよね海外。確かに。どうやって行ったんですか。今自分の名前で行ってないですから。果たしてそれが可能なんですか。可能ですね、まあ、そんな人たくさんいます、まあ、あの音楽楽器のケースに入って出国された方も。あれはプライベートジェットっていうすごく、うん、限られたその、はい、ね、あの空港ですけど、うん、はい、日本のそのいわゆる羽田とか成田とか大きな空港で、うん、パスポートさえ本物だったら、うん、そんなに厳しく調べられませんよね。それ本物っていうのは、はい、名前は名前は本人の名前じゃないですよ。じゃあ本物じゃない。いやだから日本国政府が発行したもんです、うん、どうやって取るんですか。そうそう、他人名義のパスポート自分の写真で。じゃあ岸先生が、うん、あの自分の名前でいけない、うん、そういう時に、まあ、こういう、まあ、作ってくれる人がいるんですけど同じ同年代の人で、まあ、顔ができれば近い方がいいですけど、うん、そういう人を探します、うん、でその人が絶対に今後一切海外に行きません、うん、っていう人がいるじゃないですか、うん、その人の戸籍を借りてパスポートを作るだけです。戸籍を借りちゃう。借りちゃう。もちろんその本人の承諾を得てない場合もたまにありますよ。でも大体は得て取ります。で一番最初にやるときはあのその人になりすましてまず原付免許を取りに行きます、はいはい、で原付免許を取るとそれが正式なあの身分証明書になります。それでパスポートを申請してそれで受け取りに行くだけです。おいくらぐらいなんですか。まあ、それはピンキリですね、その事情によって。あ、その戸籍を売る人っていうのは多重債務者とかそういう感じですか。もう言う人もいますし、うん、ちょっと欲しいからって言って。 あともっとひどい例は刑務所に行ってるやつの名前で行った人がいたんです、はい、これ私が実際に扱った人間で女性なんですけど海外に何度も行ってるんです。こいつ沈んでるっていうのは刑務所に入ってる。業界用語でございます。だからこいつ沈んでるはずなんだけどっていうこと で、はい、で実際にじゃ あの面会に行ってみようと刑務所行ったら、はい、やっぱりちゃんと入ってるんですよ。えっと
ったら、まあ、本人は全然知らない、はい、ところで本人の名前本人のパスポートで海外行ったり来たりしてる者がいて、次にこいつが海外行って戻ってくるときに連絡もらって成田で捕まえたことがあるんですけど、逆に言えばそんな簡単にリーガルなのができちゃうんですね、はい、できます。ほー、知らなかった。だから日本のパスポートがすごいっていうのは、もう世界でも一番正確で偽造されにくいパスポートって言われてます、日本のパスポートは。実際に海外のヨーロッパの、イタリアとかそういった国からパスポートのこの成功性について問い合わせが来てるぐらいなんです、はい、ただ一切外務省は拒否してるんですけど、はい、そのぐらい日本のパスポートは偽造しにくいされにくいとされてるんですけど、取るのは意外と簡単だったんです。なるほど、なるほど。でこれ、この人なんでこんな、そうそう、あの殺人事件にそもそも及んだんですか、これ。まあ簡単に言うと報復です。報復、はい。この見立て新一っていうものがですね、数年前に、まあ、本人の誕生日の日だったと思うんですけども、都内新宿のある某所で、今回と同じように金属バットで襲撃されたことがあるんです。あ、この見立て氏本人が、本人が。で、まあ、あの周りにいた者が当然止めに入ったり加勢するので、はい、周りにいた者は大怪我を負ったりとかした者もいたんですけど、はい、メンツの塊ですから、はい、ね、当然やられたらやり返すっていうことで、ずっと探してた時に、うん、今回の被害に遭った者が飲食店を複数経営してる人だったんですけど、うん、その者と風貌が似ていて連絡を受けて、まあ、600人か700人ぐらい当時フラワーに人がいたんですけど、このビップルームにいたところを襲ったっていう話が一つと、もう一つはもう全然間違ってたと、本人がやられたのと全く違うって言ってやってしまった後に気がついたとかっていう、まあ、いろんな、どれが正しいのかよく分かりませんけど、正確な話します、私、どういうことかというと、この関東連合と対立していたグループがあるんですね、はい、でその対立したグループも本当にね、ヤクザ以上に乱暴者の集団だったわけですよ、はいはい、で見立て君のっていうのもおかしいんだけども見立て君の、まあ、後輩がですね、はい、殺されちゃったのよ。それで、まあ、それに対してさっきね、言われたように、それが3月の新宿で、ね、報復っていうことになるんだけども、まあ、お母さんからね、悔しくて悔しくてしょうがないって三立君が言われて、ちょっと義憤に駆られちゃったところもあってですね、まあ、それで、まあ、報復に動いたっていうね、ところなんですけども、これ完全に人違いなんですよ。で誤った情報が入ってきて、で結構風貌に似てたもんだから、やってしまったんだけれども、結果的にもう最初から本人だったらね、その襲撃対象だったら殺すつもりで入ったっていうね、ですからもう途中で止まらなかったっていうのが実態じゃないかな。その新宿の方の事件の犯人は捕まってるんですか？実はね、これね、その件では捕まってないんだけれども、その片割れ、これね、丸々兄弟って言うんだけども、その片割れは2週間だか3週間前別件で逮捕されてますね。その兄弟がおそらく本当に襲撃したかった相手っていうことですよね。そうです、うん、それは間違えちゃったんですね、うん、間違えるとかあるんですね。いや、だってほら、クラブって暗いじゃん。暗いじゃん。暗いって、この事件きっかけに関東連合はどうなっちゃったんですか？これ壊滅したんですか？壊滅というか、もともと実態があってないようなものだから、メディアが関東連合とか関東連合 OB とか呼んでるだけで、いくつものグループに分かれてるんですよ。その組織なわけじゃないんですよ。これまさに半グレですからね、組織に入ってないから。じゃあ関東連合っていうのは普通の一般企業に勤めてる方の中にもいらっしゃるかもしれないってことですか？かもしれない。ただ一般的にね、その半グレで関東連合 OB っていうのは、その一般企業に入ってません。あれ、基礎的なことでこういう半グレの方々は、あの暴対法の対象ではない。いやいや、あの準暴力団認定すれば、暴対法の範疇には入ってくるけども、準暴力団ってなかなか認定しにくいですよね、お母さんね。例えば、あのよく聞くドラゴンっていう、はい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 、ドラゴンは準暴力団っていうふうに認定されて、ただ関東連合っていうのは、今は先ほど須田先生おっしゃったように実在があってないようなもんなんです。勝手にメディアが作り上げたようなもの、はい、ただ今でも例えばこの見立てなんていうのは、当然後ろ盾には6代目山口組がいると言ったりと、あとそれなりの人、まあ、もっと細かく言えば、あ、昔渋谷にいたチーマーなんかも、それぞれはどこにも属してなかったんですけど、やっぱり遊ぶ中で喧嘩になったりとかするじゃないですか。渋谷でもここは俺の縄張りって言ったのか、まあ、どうか分かりません、うん、そういった時にトラブルが起きた時に、自分の後ろ盾バックには誰かケツ持ち、うん、誰がいるかなんていうので、うん、まあ、あの正式な組員にはならないけども、
こう付き合いをするっていったようなのがあったのは事実ですね。あとやっぱり芸能界なんか近いよ、まあね、はっきり言ってもうピー入れてね、ピー入れてね、プロデュースした人なんか加藤元関東連合 OB だから、だからあの感じなのかな。だからこの人たちも、ね、もうあの歌舞伎の有名な人と一緒にいたとか、はい、だから芸能人の人も聞いてませんけど、こういった人っていうのは結構有名な女性のタレントさんと、うん、一緒になったとかなってたとかっていう話は聞きます、うん、どうしたの杉原さん、やばいって顔してる今。いやそういえばグラビアでも入り浸ってる子いたなって思って。実名あげないね。この三田氏は今日本に潜伏しているという可能性はあるんでしょうか、小川さん。ありません。ありません、はい、つい最近1ヶ月ぐらい前にですね、フィリピンのカジノのエージェント、はい、そのものに私が直接会って聞いた時に、1ヶ月ぐらい前に、フィリピンで本人と会ったと。フィリピン なぜかみんなフィリピンに、まあ、一番最初はこの犯行後にですね、当然パスポートを偽造したのを持っててやったわけではないので、はい、犯行後日本国内に、潜伏して、で他人名義のパスポートで成田とか羽田とか関空とかそういう大きな空港じゃない空港、まあ、どこだか分かるんで、うん、その空港から他人名義のパスポートで、まあ、フィリピンに渡った、はい、でフィリピンにいてそこから、まあ、タイに行ったりカンボジアに行ったりしててっていう、日本にも行ったことあるんですけど、それは海外から本人から電話がかかってるんですね。実際に親族に電話がかかってきてました。その電話が、カンボジアだかタイだか66はタイかな、なんかの電話番号で電話がかかってきたことがあったというので、その海外に、まあ、海外しかそういうところにもいたんだろう。だからフィリピンからまたそのものの名前で行ってるのか、他人またそこで別の名前を、別のパスポートをまた仕入れたという話をがあるんですけど、はい、顔を変えてなかったら他人名義の、あのリーガルなものを手に入れても、空港の人たちはこう ここまでの犯人だったらある程度顔知ってるんじゃないんですか。いやだからね、僕ね、小川さんに伺いたいのは、おそらくね、警察はその所在を掴んでるはずなんですよ。どうも周辺から話を聞いてみるとね、でどうも本人は、これは間接的に話したけども、なんかやっぱり近々出頭しなきゃいけないかなみたいな、そういう感じになってるんだけども、なぜ警察はちゃんとそこを捕まえないのかなっていうのが不思議なところなんですけど、ね、まず海外行ったら捕まえられない、うん、日本の警察はね、というのがまず一つ、はい、というのと、やっぱりこれ捕まえて20日で釈放っちゅうわけいかないので、やっぱりそこを本人がどう考えてるかって言ったような話も周りから話は聞いてると思うんですけど、まあ、警察がどこにいるか分かってるとは思わないです私は。はい、ね、はい、じゃあ続いてはですね、昭和49年の連続企業爆破事件についてです。事件のあらすじはですね、こんな感じなんですが、小川さん、はい、はい、これどういう事件だったんでしょうか。まあ、これはまあ爆発させてっていうことなんですけど、まあ、実は私はこの当時警察官ではないので、正直あまり詳しい話は知りません。ただ私は昭和55年拝命したんですけども、まず昭和55年に拝命した時に何を一番最初に教えられるかというとですね、触るな踏むな蹴飛ばすなっていう、これ爆弾三原則っていうんですけども、それをまずもう嫌というほど教えられました。でやはりこの当時はやっぱり思想的なことでしょうけども、この頃は非常に、爆発事件が流行ったということだと思います、はい、やっぱり派手ですよね、はい、人を殴ったり刺したりするのと違って、はい、で8人も亡くなってますよね、はい、重軽傷376人、自分たちの力を誇示したっていうことだと思います、はい、まあ、いわゆる過激派、はい、まあ、警察は、極左暴力集団っていうんですけどね、はい、そういったものがやっていた犯行、例えばこれ年数見てください、1974年でしょ、うん、それまで日本の、国内のこういう過激派の動きっていうのはピークを迎えたのは1960年70年、うん、それぞれ安全保障条約に関して、ね、うん、安保闘争と言われてたものなんですよ、うん、で70年で破れるわけね、要するにもう学生運動過激派の運動というのがもう、赤軍派連合連席事件でですねデッドロックを迎えるんですよ、もう行き詰まりになるんですよ、うん、でそれが地下に潜っていく、でしかも組織をしないで個別の活動家がそれぞれ勝手な活動をしていくっていうね、まあ言ってみれば一匹狼の時代を迎えていく、でその時に内面的にこう向き合ってみた時になぜ我々は敗北をしたのか、で何が一体これ問題なのかとなった時にやっぱり巨大資本だと、
で巨大資本、要するに海外の人民を苦しめる日本の巨大資本を、これを、殲滅させないことには、要するに日本そのものが革命が来ないんだということで、個別具体的な企業に今度攻撃の刃が、今までは安全保障だったりとか自民党であったりとかだったんだけども、だから、企業に対してこういった動きが起こってきたって、そういう背景があるんですよね。わかりやすい。まあ、この人たちが教育されたのは、僕なんかも教育されたのと同じ戦後ですからね。だから戦後の教育っていうのは、まあ、日本は全て悪かったと、あのいつもあなた方に言うように、日本はアジアを侵略者とか戦争しちゃいけないとか、今でも、まあ、朝日新聞なんかもちろん、今でもこの人たちと同じ思想ですからね。でも戦争しちゃいけないって言ってる人が爆弾使って人殺すわけですから、とんでもない矛盾なんですけど、気づかないですから、これはね、平和のために戦おうって言うんですよ。あ、健康のためなら死んでもいいみたいな。一般の人間の感情なんですよ、これ。で、それともう一つは、それがこれなんだ。三菱重工って考えてみてくださいよ。はい、軍需産業じゃないですか。そうですね。だからターゲットになるっていう。丸ビル狙われたんですよね。そうそう。うん、主にはゼロ戦を作ったり、まあ、日本の戦争の中心的な医者だったからね。はい、だから先生ちょっとね、うん、あの伺いたいんですけれども。この時にね、まあ、爆弾テロがいくつも起こりましたよね。我々ちょっと文系があまり思いが至らないんだけれども、いとも簡単に作られた。理系にとってこの程度の爆弾を作るって簡単なんですか？簡単。え？簡単ですよ。爆薬っていうのは非常に簡単で、衝撃さえ与えればバーンっていくからね、うん、オウム真理教なんかもそうだけど、通常の化学工業の技術があれば大体できる。こういったその思想犯というか、今は、ま、全く見ないですね。あのね、あのこの頃は、今須田さん言ったようにね、まあ、全部破れて残党が残ってるわけですよ。だけど僕が強調したいのは、あなた方みんなこの思想なんです。だからまた、いや本当、本当そうなの。僕はね、いつもね、ここでね、借りってくるのは、何借りってくるかって言ったら、70年経ってもまだこの思想なの。だからね、この思想が生まれた背景っていうのは日本人一般の考えなんですよ。つまりね、例えば僕がいつも言ってる、予備校で今教えている歴史の先生が、日本がアジア人と戦ったこともないのに、アジア人を侵略した侵略したって今でも高校生に教えてるわけですよ。でもつまりさ、今まではさ、ここがこういうの出てくるまでは、我々人民と連帯して戦おうっていう流れだったじゃないですか。そうそう。で、孤立化していくから、日本そのものが敵だってなるのよ。もう連帯なんかしないの。そうそう。だから反日武装戦線って。この人たちの活動資金はどこから出たんですか？だって学生ですよね。こういう思想を持った人たちって今でもいるんですよ。これ角丸と同じだからね、言ってみれば。角丸派がいまだにいることになりましたね。立憲の皆さんとかね、そうそう、もうバリバリですから。いや、だってそれはね、今小川さんが言ったのは、こういう思想を持った人たちって今でもいるんですよ。でちゃんと機関紙を出してるわけ。そうそう。まだあるの？ありますよ。あるあるある。全身動画解放とか。それを見ていると、大体どういう動きをしてるのか見えるんだけども、やっぱり相当ね、やっぱり寒波集めますよ。やっぱ寒波なんだ。誰がする人たち？だから、まあ、これ私が先週ずっと公安の運と上層部の方に取材をしてきたんですけど、まあ、今でもですね、中核5万5000、そうですよ、ね、あ、角丸5万5000か、はい、まあ、要はそういったのが10万あ人以上いるんですか？あります。で、それは警察が把握しているだけで、はい、対象者として、いわゆる公安がマークっていう、そうですね、1週間に1回機関紙出てます。まあ、300円から400円。いや、実はね、結構ですね、はい、例えば酒場でね、日本っていうのはこんなんなんだ、大戦の時はこんな悪いことしたんだ、うん、ね、マレーシアで何万殺したんだ、ね、今でもそうじゃないか、軍事があるじゃないか、学術会議どうじゃないか言うとね、日本人はずっと騙され続けてきてるから、隣の人は本当そうだ、ね、そうなるんですよ。それが今まだ基盤になってる。でただそれゴール設定、ゴール設定が僕は違うと思うんですよ。ただ一般的にその平和は大事ですとか戦争ダメですというのは多分もう共通認識だと思うんですけど、これ過激、いや違うんですよ。その過激派っていうのは正義感があるから、これ正義だと思ってやってるわけじゃないですか。悪いと思ってやってないからこんな過激なことができてしまう。そのゴール設定が違うっていう。ただね、武田先生があの今お話したことが、彼たちはオルグっていうふうに呼んでるんですけど、うんうんうん、それは正式な、和也さんが言ったのが正式な考えかもありませんけど、それも必要なんです。と、はい、いうのはお金を集めるために、うん、だから、うん、そこまで真剣に考えてくれなくていいんです、うん、あ、そうなの、それすごいね、大佐先生。でもそうだろう、酒場でね、じゃあこれ、じゃあこういうの読んでよ、で1週間2回出てるから、でもそれは300だけではなくてね、驚くべきことに、はい、そういった団体は例えばね、ちゃんとした正規のね、労働組合とか持ってるんですよ。例えば、であるとか、
そういったですね、団体と結びついていて、そこからですね、まあ、組合費というのが上がってくるんだ。そうそう、だから現存して我々は見ることのできる労働組合がそういった団体に資金を流してるっていうね、こういう異常な。岸さんどうよ、恐ろしいこと聞いちゃったよ。いや恐ろしいですね。だからなんかそうやってお金がなんかこうか還付されてるみたいなことなんです。でしかもあの、表に出てる労働組合の中に入り込んでるわけ、現在でもこうね、立憲さんとかね、そうそう、もうバリバリですから。いやだってそれはね、今小川さんが言ったのは国会答弁出てきてるんだよ。さんは角丸派からお金を、ね、献金を受け取りましたねっていうのは、これ角丸と同じだからね、言ってみれば角丸派から受け取りましたね、自分の経営母体から自分がもらっただけなんで、うん、私は悪くないと思います。知ってる人はみんな知ってる。角丸派って何ですかって質問で説明してください。須田さんお願いします。全共闘っていうのがあって、革命的マルクス主義者同盟、革命的共産主義者同盟、分党という、ちょっとこれどっから説明したらいいの。まあどういうか、最初は1個だったんですよ。1個だったの、最初1個だったの。でそれが分かれたんです。いや だいたいだから東大村層とか学生村層とか安保闘争、角丸は頭がいいです。過激、うん、頭がいいし、いい大学出てるし、いい会社に入ってる人もいっぱいいます。そうそう、いっぱいいる、いっぱいって言うとね、中核の人が怒るんですけど、だってさ、中核派なんて、杉並現職区議がいるのよ。あ、いますね。そうです、まあ、女性の若い方で、ね、でもいまだに革命を信じてるわけ。信じてるよ。もう信じてる。これ暴力的な革命ではなくって、例えば、いやいや暴力的な革命、暴力的な革命じゃ、だから全然関係ない、うん、全然関係ない。革命を起こすことだから。その革命を起こして、じゃあそういう人たちはどう、中国っぽくしたいんですか。中国共産党が入ってくるんですよ。プロレタリア独裁っていうのを確立しようとしてるんですね。太平洋戦争の計画自体が、日本がダメになり軍備を全部なくして、そこ中国共産党入ってきて共産主義にすると、うん、そうするとね、半分ぐらいは人死にますから、うん、ね、だから自分半分死んだらもうダメじゃんって思っちゃいますけど ね、日本人はやらないから、ね、いやいや、つまり彼らが正しいと思うこと、だから人間っていうのは自分が正しいと思っちゃいけないんですよ、うん、自分が正しいと真剣に思ってる人たちがいるんですよ、うん、その人たちは日本人が5000万死んでも5000万残ってるから、うんうん、それで中国共産党でやるっていうのが、これがこの前の戦争の一番の元だから、うん、あれだけ頑張ったんだから日本人が、このくらい残ります。そういった意味でもやっぱりこれ捕まえなきゃいけないんです。捕まえなきゃ、はい、じゃあ次いきます。はい、群馬県で起きた一家3人殺害事件ということで、こちらです。これはですね、我々警察官の中ではまあ元祖ストーカー、一家3人というのはご両親と おばあちゃん、最初おばあちゃん殺されて、その次に母親が帰ってきて殺されて、次に父親が帰ってきて殺されて、でその次に娘さんが、この日はですね、お母さん母親の誕生日やったんです。にでえってこう出くわして、ちょっとこうまあもみ合いになったっていったような話ありますけども、それで逃げていったと。よくこれ逃げ切れてますよね、小川さんね。そうですね、できるんですかそんなこと。まあこの一人で逃げ切ってる、まあ、これもう平成20年なんで、もう20年、はい、今51歳なんですかこの容疑者。そうですね、逃げ切ってるわけですけども、うん、はい、まあ記憶に新しいのだと、千葉県で、リンデンさん、はい、リンゼイさんで、はい、リンゼイさん、はい、リンデンさん、うん、一橋、はい、まあ彼のことをもちょっと思い出してほしいんですが、彼は自分で沖縄の島に行って、うんうんうん、自分でこう、まあ、無人、当時一人だけ住んでたのかな、うん、まあ、今無人島ですけど、そこで水を別の島から持ってきたりとかして、うん、何度も何度も計4回行ったっていう話ですけども、うん、自分で自炊というかですね、うん、釣りをしたりとか、うん、あとは当時はネットがないので、図書館に行って、うん、本を見て、蛇を、このヘビは食べれる、うん、これは食べれない、人間だね、はい、っていうことで生活をしてて、うん、でただたまには仕事もしなきゃいけないので、うん、西成、はい、ね、そういう愛林地区に行って、うん、仕事をちょっとやって、でまた戻るっていったような。あの人確か整形とかしてませんでした。整形もですね、逃げる最中にまず最初自分で石かなんかぶつけたりとか、あとハサミで唇切ったりとか、でしたんですけど、最後の方はちゃんと名古屋の整形美容外科ですか、はい、でそこで手術をして、ですからフェリーで沖縄に行こうとしたんですけど、うん、雨で、欠航になった、で別の場所に移ったっていう情報を、入れた人、うん、であとはその移動する時タクシーの運転手さんも通報をもらった、あとは美容整形の先生、この3人が、報奨金、特別報奨金っていうのをもらってます。ちなみに小川さんの推測では、はい、こいつ小暮は
どうやって逃げてるんですか、どういうふうに。まあだけど全く一人でっていう、これ20年なんで、一人でっていうのはあの、まあ、今現在は別ですよ、最初の頃はやはり誰かの手助けを得て、今ではもう意外と普通の生活を送ってると思います。死んでる可能性ってないんですか。死んでる可能性はいやゼロではないと思いますけど、例えば自殺とかそういったことをしたあの形跡は全くないです。ちなみにこの似顔絵って信憑性あるんですか。この似顔絵多分、ね、AI が作ったと思うんですよ。今あの指名手配もあの年数経ってると AI でご両親とかの顔を AI が学習して、で、あの太ったバージョン、痩せたバージョン、普通のバージョンってことで、AI があの似顔絵を作ったりもしています。この指名手配を見てると私いつも気になるのが、この懸賞金っていうのは誰が払っているものなんですか。懸賞金はですね、まず警察は、警察庁から300万警察が払うんです、はい、であとは、被害者のご遺族であったり支援者であったり、でただいくらでもお金を積めばいいっていうわけではなくて、1000万を超えない範囲条件、はい、じゃあ結構たまたまあれこの人もしかしてっていう人の方が多いんですか、こういうのいただいてる、はい、そうですね、先ほど吉木さんもおっしゃったように、あこれもう小さい頃から見てる、だからそのぐらいじゃなきゃいけないんです。そのぐらいもうその顔なら分かりますよね、ここで出てもね、通路歩いてても、そのぐらい人の覚えてって言わなくても覚えられるぐらいこうやる。そのためにこの懸賞金っていうのはまず一つはあの通報してもらうためっていうのもあるんですけど、まず事件を風化させないため、でこの懸賞金というのは警察が勝手に決めてるわけじゃなくて、被害者のご遺族に必ずこれ1年間だけなんです有効なのは。で1年更新で、一応あの警察の方では更新したいと思ってますけど、ご遺族どうされますかと、中にはご遺族がもう10年経ったから、もう20年経ったから、もうあのうちの娘とかうちの息子を晒してほしくないから、もうあの特別なんとかとかあのポスターにするのはやめてくれって言った人も実際はいます。でも小川さん、この逃げ得みたいな話になっちゃってますけど、人間ってやっぱ罪と罰っていう気持ちは持ってるんですよねと私は思います。で特に今は、前はあの殺人って時効が15年だったんですね、それが今は時効撤廃されたじゃないですか、だから逃げても逃げてもあの時効はないんです。休まらないですよね気持ちは。これ捕まりそうな人いますか、小川さん、ぶっちゃけ。まず、まあ、霧島はね、あとは、まあ、見立て、もう捕まるでしょうし、まあ、小暮小原がどうなのかなっていう気はしますけどね。はい、いやどうでした皆さん。いや濃厚すぎてちょっとクリスマスには重すぎる。いやだけどさ、そういう風にクリスマスにはって言うけど、やっぱりさっき小川さんが言ったように、ね、風化させないってのは大事なんですよ。だから年に1回ぐらいきちんとこういったクリスマスの時には重要指名手配犯を思い出すということ。本来ですね、指名手配月間っていうのは11月なんです、毎年毎年指名手配月間ってあるんです。11月にみんなにこう嫌というほど覚えてもらうんです、捜査員にも。以前はですね、オウムの指名手配の時は100円ライターがあったと思う。あのライターにオウムの写真が全部入ってたんです。だから、まあ、今はタバコ吸う人減りましたけど、当時はタバコ吸おうと思ってライターつけるたんびにオウムを私も見てましたけど、そういうふうなこともやったりとかもしてました。で11月にそういったのをやって、年末っていうのはやはり自分の実家に行ったりとか親に連絡したりとか、いろんな動きが普段の生活と違ってくるんですね。その時に何かこう引っ掛けようっていうので、そのために12月ではなく11月にあの指名手配をオープン。以前はテレビでよく特番でね、はい、生放送でやってましたね。3時間生放送テレビ公開捜査やってたんですけど、ここまで電話ください。じゃあ常連さんさ、うちらもさ、ニュース女子もさ、毎年12月は強化月間って言うんだ、ね、やりますかね。いいじゃないですか。それやるとね、推定無罪ってあるじゃないですか、はい、あとは残念ながら警察が過去に冤罪を出してないわけじゃないんです、ね、で冤罪だったり推定無罪かわからない人を、名前を出して、ね、写真を出して、テレビしかも全国放送でやるのがいかがなものなのと。まあでも逃げてるわけですからね。逃げてるんですけど、そういうのがあって、今はテレビは行方不明者はやりますけど、ね、行方不明たまにやってますよね、私も出してもらうんですけど、この指名手配本当はやりたいんです、だけど、まあ、そうかそうか。でもさ、そういう点ではでも交番行くとちゃんとポスターも貼ってあって、昔は銭湯とか行くとね、
貼ってありましたよね、はい、今なかなかこれを目にする機会ってないじゃないですか、うん、駅にあることはあるね、うん、稲葉駅行くと、はい、だけどクリスマスも男女の出会いだけじゃなくてね、はい、やっぱり本来の本来のキリスト教と同じようになぜこういう人が出てくるのか、人間はどうなきゃいけないのかと、うん、いうことを考えるのもね、吉木さん大切よ。やっぱりさ、さっき西川先生が意味深く言って、罪と罰をさ、クリスマスにね。そうですね、考えない。なんか重いクリスマスになってきましたけど。はい、続いては左上の、まあ、自首してください。あ、そう、自首してください。はい、続いては左上の人々が愛してやまない飯の種、サハ飯特集です。働くサハの飯の種、それがサハ飯。サハ飯を除けばサハの盛衰が見えてくる。ご存知、朝日新聞が大好物のサハ飯といえば従軍慰安婦問題。この定番メニューを考案したのが元朝日新聞記者の上村隆さん。上村さん、従軍慰安婦について書いた記事を捏造だと言われ、名誉を傷つけられたとか言って、桜井よし子さんと出版社に謝罪広告の掲載と損害賠償を求めていたんだよね。この裁判、最高裁まで争って、ついに上村さんの敗訴が確定。そりゃそうでしょう。捏造という新ジャンルを築いた料理人の次回作が楽しみですね。まあ誰も注文しないでしょうけどね。韓国、朝鮮絡みのサハ飯は実にボリューミーで飽きが来ない。でもよく味わうと味が全部一緒だよ。下火になってきた従軍慰安婦問題に代わって打ち出してきた新メニューは徴用工問題。地獄のような現場で強制労働させられたって韓国側は言ってますけど、元島民の皆さんは勝手に応募でやってきて高額の給料をもらってたやないかいって証言してるよ。そんな争いを尻目に、朝鮮人の強制労働はあったとして数々の講演会を飯の種にしている人もいるみたい。こんなところにも隠れたサハ飯があるんだ。辺野古新基地を作らせないオール沖縄会議は今年10月、日本学術会議の任命拒否問題に対して抗議声明を発表。菅総理による違憲違法行為は今辺野古において強行されている新基地建設と全く同じだと。それはつまり基地反対も学術会議もどちらもうまみたっぷりな飯の種なんだってことよね。沖縄タイムスの社員も新型コロナ支援金を不正受給して40人前後のまかないを作っていたというから、本当油断も隙もないよね。そういえば安倍政権の改憲反対などを飯の種にしていた関西生コンの皆さんや、過激な食べっぷりの中核派の皆さんはどうなったの？未だに彼らのサー飯がどこから提供されているのか、そこを追求するメディアが出てこないっていう。どこの食材を使ってるのかわからないのもまたサハ飯の魅力。関西生コンの皆さんにはサハ飯よりもっとヘルシーなムショ飯の方が人気なんだって。自腹で食べるご飯より国におごってもらうサハ飯の方がより美味しく感じられると、かの魯山人が言ったかどうかは定かではありませんが、昨年は日本を侮辱する展示物で堂々と補助金をもらおうとする金髪のシェフも話題になりました。ほとぼり冷めるとまたやりそう。いつの間にか知らない家族まで増えたウポポイ博物館も豪華なサハ飯が食べられると密かなブームに。困ったもんだ。あ、こんなところにもお店があったんだという隠れたサハ飯の名店を教えてください。女子の皆さんの周りにもサハ飯の名店あります？サハ飯って言葉が、はい、まず聞いたことないですね。ないですか？サハ飯の NHK をいじらないでください。私ほらいつも、ね、あの世田谷自然菜浴って言ってるけど、 あれはもうかなり高級な人たちで、生活菜浴っていう生活のためにね、左の活動してる人たちがいて、がっちりこれビジネスモデルできてます。すごいです。本当にもう羨ましいなと思いますね。そっち行けば飯食えるんだと思うんですけどね。なかなかね入るのは、まあ、難しいんですけど、いかがですかね、あの皆さんのサハ飯のネタご存じなの？それって桜を見る会とか森友の発言とかを盛んにする人のことを、そういう左寄りのサハ飯の人ってことですか？なんかね、反対運動とかでなんかこの集団訴訟をやったりとかして、カンパで儲けたりとかいろいろなんかあるんですよね。じゃあ、 あの集団
敵自衛権でしたっけ。あ、なんかああいうのでほら、ね、活動してる人たち。関西の中はもうニュース女子で初めて知って、はいはい、そうですね、まあ、今あれ無所飯になってるって話。無所飯難しい。うまいこと言いますね。サード皆さんの飯の種、口コミで評判のサハ飯の名店を挙げてみました。どうぞご覧くださいということで、星がついてる。そうですね、もうみんなもういっぱい星ついてます。最近やっぱ暑いのはこのウポポイ博物館とかじゃないですか。うん、僕あの、うん、僕あの北海道出身なんですけど、ね、まあそのアイヌ問題っていうのは昔から確かに教育はされたんですけど、はい、あのだから差別があるって言うんですけども、これ地域によって例えばその分布が違うわけですよ。はい、僕あの十勝地方っていう、あのまあ帯広市っていうところなんですけども、はい、そんなにその実態調査やるとアイヌの方がいない地域、まあ数百人程度っていう、はい、調査結果がまあ2013年ぐらいに出ているんですけども、はい、だから正直あまり興味がないというか、はい、特に差別もなくっていう感覚なの で、はい、で今更こういう施設を作って、まあ、総工費200億円かけて、はい、結局箱物作っちゃったから維持するためにお金かけざるを得ない。無料ですね。こういうアイヌかわいそうなアイヌがいるっつってアイヌの方にお金が行ったり権利を戻したりするじゃなくて、うんうん、その活動家の方に金が行く。あ、アイヌを応援してる体で。体で。あ、なるほど。武田先生分かんないのが、うん、あのアイヌ自体はサハじゃないじゃないですか。そう、全然。ここにこの博物館典型でサハ入り込んだと、うん、彼らどうやって入り込んだんですかね。あ、やっぱりね、あの沖縄もそうだし、うん、それからそのアイヌもそうだし、サニズカもそうなんだけど、うん、かわいそうなんですよ、うん、ね、うんうんうん、かわいそうだけど国家権力でこうだってのは来るでしょ、はいはい、そしたら自然発生にあのサハが出てくるんですよ。改革付きの弱者にサハ飯になるんですよ。そうなんです。サハはそこに入っていくんですよ。よ、ね、だから、アイヌはかわいそうでしょ。で、土地を取り強制的に取り上げた三律家の農民はかわいそうでしょ。で、辺野古の基地を、ね、作らされる、うん、ジュゴンがかわいそう。そう、ジュゴン。続いてはですね、サハ界隈ではですね、今も韓流ブームということですね。こちらでございます。はい、どうぞ。どういうこと？はい、上村さんですね。はい、最高裁でも、敗訴いたしまして、捏造記者ということがですね、この、まあ、最高裁でも認定されたということでございます。ただこれで、ね、あの訴えられないようにちょっとフォローしておくと、はい、真実相当性が認定、最高裁でね、なるほど、真実相当性、真実に足るというね、はい、ところが認定されたわけで、はい、捏造そのものが、ね、認定されたわけじゃないということはないんですね。フォローしておきます。なるほど、じゃあ、はい、あの訂正しておきます。捏造記者と認定されたわけじゃなくて、はい、正確には、捏造記者と言われても仕方がない、そうですね、ということが認定されたわけ、はい、僕はこのあのニュース女子がね、特別な考えの人の集合体じゃないってことを言うために言うんだけど、はい、これ素晴らしいよ。素晴らしい。だって何がですか、上村さん。彼がですか、それとも最高裁が。上村さんも素晴らしい、うん、なんで素晴らしいかって言ったら、こんなに嘘と行くとかはっきり分かってるのに、最高裁までいけるなるほど、なるほどね、これ確定判決取った、本当に素晴らしい、素晴らしい、確かに。だってね、これはちょっと僕みたいにブログをちょっと出してたら禁止されるとか、はい、そういう世界だったらこういうのならないですよ。なるほど。だからこれだけ社会的非難を浴びながら、しかも内容もおかしいのに最高裁までいけるそして負けてくるという、負けてくるわざわざ負けに行く。じゃあ考えが間違ってても最後まで頑張るのは評価するんですね。いやいや、それが社会の明瞭な社会だと思うんだ。まあそうですね、そうです。これそもそも朝日新聞自体がちゃんと否定したわけじゃないですか。そうですよ、違いました。朝日新聞だってちゃんと認めてるのに、ね、認めた後になんで出した。だって朝日新聞と上山さんとどっちが上なの、決まってないですよ。そんな朝日新聞じゃない。だって朝日新聞っていう権威があるわけじゃないから。で、多分支援者が焚き付けてんじゃないかなと僕は見てて、だ結構その学者にしろ弁護士にしろ一般市民にしろ、うん、結構その上村さんを応援する会みたいなのが大弁護なんですよ、ね、160人だから、70人だから、ね、160人か170人大弁護団が名を連ねて最高裁で敗訴です。彼自身は純日本人なんですよね。いや、そうですよ、もちろん。え、この方自体にお咎めみたい、日本を貶めたというか、うん、嘘を広めたのに何もないんですか。逆に誰か社会的制裁しかない、ね、それは杉浦さんが訴えなきゃだから、私が訴えたらいい。で、しかもね、メディアはどうなんだろうね、この敗訴が確定したってことをきちんと報道してないよね、うん、扱いが小さすぎますよね、はい、でまあ、これでも飯食ってる人たちがいましてですね、まあ、韓国 の、 あの、まあ、現正義連、昔の帝太教ですけど、うん、集めたお金は全て、慰安婦のおばさんたちには行かず、おばあ様たちには行かず、うん、自分たちでね、私腹を肥やしていたということで、はい、これがね、今度だから次この徴用工問題ってやつで、うん、同じビジネスモデルでやろうとしてるわけですよ、うん、でこれで、ね、日本にだからもう強制的に連れてきたってことを一言言わせたら、うん、ほら連れてきたろっつって、また同じことをやろうと思ってるんじゃないかと。徴用工の次はあんのかな。徴用工の次あるんですか。
徴用工でもこれあのうまくいかなそうですね。産業遺産情報センターできたんで、うん、多分これ絶対無理だから、はい、その次何やんだろう、韓国、ね、何かんでしょう、ね、竹島もあるじゃないですか。竹島そっちじゃないそっちで、ね、すごいねビジネスモデル、ね、いやだけどさ徴用工問題を分析するといくらでも作れそうよ。だってこれ、戦時中の臨時工募集に応募してきた、人物に対する、ね、職人に対する未払い賃金問題だから、まあ賃金の未払いがあったことは間違いないんだから、お金払ってないっていうのはやっぱりそれも国が払ってあげたんじゃない？あのまとめてオッケー。だってあの、そうですよ。日韓基本条約。そうだからそれで払ったんだけど、だから賃金未払いとかそういう未払いのものって世の中たくさんあるじゃない。でいわゆる徴用工だからね。いわゆる徴用工ってどこにもいないんですよ。徴用もしてないし。でこれ徴用工っていう言葉を作ったのは韓国のメディアだから。だから絶対この言葉を使わない。だって十分ヤフだツーじゃん言葉も、うん。そうですね。あれも作ったの。はい。じゃあそこでですね、皆さんにも隠れ家的なサハ飯を伺っております。どうぞ。美味しいお店あるかな。これは一番美味しい。なるほど。原発は。で再生可能エネルギーも当然美味しいですよね。世界的なサハ飯ですよ。そう。はい。じゃあそこでですね、皆さんにも隠れ家的なサハ飯を伺っております。どうぞ。はい。ということで、エネルギー関連。一押しですよ。はい。じゃあ、岸さんどうぞ。だって立憲民主党枝野が原発ゼロって一生懸命言ってるじゃないですか。はい、あれだけ官房長官時代、原発に関して、まあすぐ被害出ないと言いながら、はい。で、枝野さんがあれだけ騒ぐってことは、特に原発に関しては、はい、で、これからあの菅政権当然原発再稼働頑張りますから、はい、これは一番美味しい。なるほど。原発は。で、再生可能エネルギーも当然美味しいですよね。あ、なるほどね。これいかがですか皆さん。なんか僕もちょっとこれ似てるところがあって、あ、須田さん、あ、その SDGs と、まあ、脱炭素環境問題とか、神田さんもあれだ、須田さんも似たようなやつですね、うん、そうですね、 SDGs も絶対美味しいよね。そうですね、 SDGs やっぱその範囲が広いんですよ。そうだよね、その貧困をなくそうとか、うん、まあ、環境問題に配慮しようとか、はい、もうあらゆる分野に及んでいるので、まあ、省庁も関係なくあらゆるところに予算がついて、今後相当これも世界的な大チェーンになります。この観点から言えばね、あの再生可能エネルギー以外に循環経済とかいろんな点があるから、ね、いくらでも儲けられる。それで税金を我々は絞り取られるわけですよね。 SDGs ってだって世界的な、日本が言い出したものではないですよね。世界中の人が税金絞り取られる。世界的なサハ飯ですよ。うん、SDGs ってどういう略ですか？あの、サステナブルデベロップメントゴール、持続的な成長のゴール。もうね、何やってるのかよく分かんないの。バッチつけることがその運動なんですよ。あの円形の。とにかく社会を良くするためにと言いながら、やれ環境だ、やれ地域経済だとか、貧しい人の教育だとか、要するに弱者救済的なもの。あのバッチつけてるいいことじゃないですか。で、あのバッチつけてるそれが過ぎると SDGs やってるように思えちゃう。だからあのバッチはね、今度からね、発見機って見ててもいい。じゃあ小川さん、警察から見たサハ飯。まあ、これ警察の一応説明最後に行きますから、あんだけ喋ったんだよ先ほど。まあ、警察からといえば公安から見たサハ飯、はい、まあ、公安はですね、いろんなサハの人をですね、あ、こいつは S だ、こいつは M だというふうに、うん、区別しています。 S と M、 S と M、 S と M しかいないそうです。うん、あのサハ、これはどういうことですか？まずあの M がね、メンバ ーで、 S が支援者、スマップみたいですね、というふうに、まあ、支援者とメンバーというふうに分かれてて、支援者っていうのはあの、まあ、お金を出す、まあ、一般の人だったりしますよね、支援者は。そうですね、正規のメンバーではないんですけども、うん、はい、でただこの今皆さんが言ってくれたこのサハ飯、要はあのお金の種ですよね、はい、お金になる種、というのは警察は、ほとんど把握してません。あ、そうなんですか。はい、っていうよりも何かこういう動きが、先ほどあのウポポイとかですね、はい、そういったのができると警察が把握になる。 あと裁判にしても、先ほどこういった元朝日新聞の記者がこういったことをやって、うん、まあ、ごねてっていうと言い方は悪いですけど、うん、そうやってやって和解に持ち込むか、はい、損害賠償を得るか、うん、っていうようなことはそこまでには全部知ってます。でなおかつ誰がサハ飯を食べていくらお金が入ったか、うん、これは全て警察は把握して、公安は把握してます。あ、だからここの、まあ、いろんなグループがあるね、中核にも核丸にもその中にもいろいろあります。でどこが最近よく動いてるかとか、うん、まあどちらかというとインテリじゃないとできない仕事なので、仕事というか活動なの で、はい、でそういうのも公安の中には、まあ、事件担当、あとは、作業班ってあるんですけど、はい、まあ、こういうのをやるのは情報班ってあるんですね、はい、で人がもう常にこの人は、いくらお金が今回入ったか、はい、いくら今現在持ってるかぐらいは結構把握してますし、実際に若い人がいないんです今。うん、もうそろそろ介護が必要な段階みたいな、はい、だからやっぱり若い人を取るためには、はい、やっぱりいい思いさせないと、ね、お金もないと。じゃあ次和也さんいきます。
まあ、この冒頭のやつは、まあ、これもう隠れた名店というかもう老舗のお店と言ってもいいと思うんですけど、はい、結局その市議会議員、まあ、共産党の市議会議員とかが、まあ、役所とのつながりがあるの でその役所の、まあ、市役所とかの一定程度の役職を持った人に赤旗を売ると、うん、で役職を持ってる人は関係悪くしたくないから取らざるを得ないと、でそれをこう市役所内でやってるから今かなり問題視されてる、そうですね、はい、各地で結構あの各地で赤旗禁止令出てるとか、はい、そうですね、でも結構読んでると面白いよね、いろんな料理の作り方とかさ、読みたくて読んでないんですよ、特に日曜版とか、日曜版人気ありますよね、2、3年経つと全然逆のこと書いてたりとかするんですけどね、これがまた、ただ結局これが日本共産党の活動資金になっちゃってるので、間接的に支援するという意味でこれはまあ隠れた名店なんじゃないかなと、警察行くと日曜版、うん、月曜日に行くと必ずあの誰かが持ってきてますから、まあ、誰が持ってきてるか分かりませんけど、結構これ読んでるとね、桜を見るから詳しくなったりとか、ね、鳥は武田先生ですよ、どうぞ。いやいや、まあポイントはね、うんうん、その僕は民主主義だから進める国家とか、うん、警察とかそういうのも大切だと、はい、それからまともな議論でこれが日本のためになるっていうのも正しいと、うん、しかしそれが社会にあれば必ずそれに反対する勢力が出てくるって言ってるわけですよ、うん、あ、なるほど。で問題なのはこの一番大きいグループがどのようにその考えて動いていくかっていうの問題だと、うんうん、僕一回あの大躍進の時にね、あの富士の港なんだけど大躍進は陸揚げしないともう船が入ってこれない、その時に付近住民を集めて国土交通省を僕呼んだ、うん、その時に反対派ってのはいくら説得しても大躍進は絶対毒だって固まってるわけです、うん、問題なのは一般市民があの反対派と僕のやり取りを聞いてどっちがまともかっていうことを判断するかに勝負がかかってるわけです、うん、なるほどね、うん、だから反対派を説得するってことはほとんど無駄なんだけど、これ社会現象だから無駄なんですよ、うん、なるほど。だからむしろ社会現象に焦点を合わせるんじゃなくて、うん、全体として日本としてどうなんだっていう議論をしていくべきだっていうのが僕の考えです。はい、なるほどね、はい、いかがでしたか、クリスマス、こんな聖夜の、うん、ね、素敵な重い聖夜になりましたね、本当ですよ。そしてピーだらけすぎて、ね、どのくらい使えるのか分かんない、ね、なんか吉木さん今まであのちょっと違う聖夜を迎えてたの、でもさ、はい、やっぱり小川さん呼ぶとピー多くなるね、なんかね。でも指名手配犯強化期間を、うん、まあ、地上波でできないのであればニュース女子でやるのもありだなって思いますね、うんうん、そうですね、そうですね、決して完全協力でね、風化させちゃいけないっていうのは、うん、その専属担当でね、我が番組の、ね、はい、杉原さんどう？いやもう本当にあのクリスマスはデートする日だと思ってましたけど、まさかこういう話になると思わなかったので指名手配とサハ飯ですからね、うん、ちゃんと覚えてきます。もう今までに散々いろんなものもらってきただろう、もういいんじゃないの？そうですね、もういいですよ。あとさんは、ま、飯の種に困ったらいろんな道があるんだなって好きな産業ね、はい、はい、キーさんいかがでしたか？でもそのサハ飯の知らない話をめちゃめちゃ聞けたんで、うん、ちょっと楽しかったです。でもさ、うん、あんまり よそいって言わない方がいいよ、ね、はい、この番組を地上波で見逃した方は DHC テレビジョンの公式ホームページに過去の放送分がございますのでぜひご覧ください。それではニュース女子またお会いしましょう。